氏できたって言った時の反応の違い。オーボエの場合、ねえねえねえ、ね、聞いて、うん、彼氏できた。彼氏できたの？そうなの。いいね、ありがとう。え、どこの人？いや、興味津々すぎ。サックスの場合、なになに、彼氏できちゃいました。あ、ほん、置いてかないって言ったじゃん。絶対嘘。全く喜ぶ気なくて草。フルウッドの場合、実はね、うん、彼氏できた。へえ、そうなんだ。うん、そう、みのりが彼氏できて、私が一人ぼっちになって、一緒に帰る人いなくなってもいいんだ。いや、それでクラスで一人ぼっちになって、不登校になって、お家にも帰れなくなって、ボロボロになってもそれでいいんだ。そういうことって、別れた方がいいかな。いいよいいよ、全然お幸せに。こんなメンヘラいたらヤバいだろ。ユーフォニアン。ねえ、彼氏できた。うん、彼氏？違う、彼氏。ああ、彼？いや、その天然はわざと。トランペットの場合、ね、最近さ、いい感じの人いるって言ったじゃん、うん、付き合った。え、マジ？マジマジマジ。え、写真とかないの？あるよ。顔を見たがる。ホルンの場合、報告があるんだけど、うん、彼氏できた。マジ？ニヤニヤが止まらない。コンバス、実はさ、うん、彼氏できた。マジ？うん、マジ、おめでとう。反応薄。パーカッション、聞いて聞いて、うんうん、彼氏できた。マジ、うん、ちょっとみんな聞いてよ。あ、ちょ彼氏できたらしい。色ワンの早っ。お祝いしよう。なぜかパート全員から祝われる。ボーンの場合、おめでとう。あたずし昨日別れた。え？いや、別れた報告軽っ。クラの場合、うん、実は、うん、彼氏できた。彼氏できた。うん、詳しくお聞かせ願います。いや、報道記者か。パゴットの場合、あのね、うん、彼氏できた。おめでとう。ちなみにそれ、私が初めて聞いた。あ、何でも一番似た女。パゴットに怒られろ。顧問の先生の場合、伝えたいことがあるんですけど、はいはいはい、彼氏できました。おー、彼氏できた。楽しんでくれよ。はい、先生の青春の頃はもう本当に最悪の出会いが多かったから、あんたはね、幸せになりなさいよ。いや、その昔話いらん。ご視聴ありがとうございました。よかったらチャンネル登録、高評価、そしてコメントもよろしくお願いします。またねー。